これは私の名刺です。この作り方をご紹介します。これは Excel を使って作っています。それではご覧ください。こんな風に絵が変わる名刺を作るためには、あらかじめ Excel に画像のリンク貼り付けを設定してあります。この Excel ファイルはホームページからダウンロードできますので、コメントの URL をクリックしてください。画像やテキストボックスを貼り付けると、組み立てたらいいように左側に分かれて貼り付いていきます。これを普通に印刷します。用紙は普通紙でも構いませんが、ファイン用紙を使うとより綺麗なものができます。周りを切り取ったら屏風折りにします。そしてこの部分に切り込みを入れます。ここで切り取ると1枚目ができます。2枚目は真ん中で切って半分に折ります。切り込みを入れた方を開いていきます。初めに見せたい画像が来るように開いてください。そこに半分に折ったパーツを差し込みます。絵や文字が合うように入れてください。これで出来上がりです。下の2枚を持って左右に引っ張ると絵が変わります。上から見てみましょう。下の2枚を持って引っ張るとこんな風に変わっていきます。そのまままた真ん中に寄せてきて、ここを開くと元に戻ります。名刺だけでなく、いろいろな画像を貼り付けてやってみてください。